ってきてて、これで再生してます、はい、自分のやつでね、はい、はい、どうぞ。もうまさにこの間の続きということです。そうですね、ここあの雑居ビルの中のあのラムサが出てくる場面なんですけど、はいはい、ここを進んでいくとですね、まあ、FF ではおなじみのベギーモンの強敵が出てくる、そこまで進んで、終わりにしたいなと前回思ったので段取りだったんですね。そうですね、はい、なので今回そこまで行かせてください。ちなみに東京ゲームショー CU 代が20代を出てたんですが、はいはい、それ様子はご覧になったんですか。あ、見させてもらいましたよ。あのスクエニブースの随分見させてもらいましたし、あの SC さん、マイクロソフトさんのブースも見させてもらいました。なるほど、はい、ずっと後ろで張り付いて見てる時もあったので、案外こうディレクターが後ろで見てるのに CU っていうのもプレッシャーですけど、嫌、はい、だったかもしれないです、すいません。そういう方なんかあれじゃないですか、 CU をやった方の意見を聞いてるとこう、うん、カメラが近すぎて、うんうん、こう乱戦になると追えないみたいな。あ、そうですね、うん、今回視点を近づけてキャラクターをより PSP 版よりも大きくあの表示するようにした結果、うん、多少カメラの調整がまだまだ必要なところが出てきて、あの早速 CU の様子 見ましたので、はい、チューニングに入っております。じゃあもう直しにかかってる。もちろんです、あのそのための CU なのであのしっかりとフィードバックさせていただきます。でもそういうフィードバックっていいですよね。そうですね、やっぱり遊んでいただいてそれを見てもっと良くするっていうのが一番やっぱり良くなりますね、ものが。はい、なんかこんな機会がもっとあればいいんですけど、ね、いや本当ですね、ただなかなかこう CU を出してそれをずっとこう一日中見てるわけにもいかないので、うん、あのまあ、例えば15なんかでは体験版を出して、はい、皆さんの意見を一気にこう聞きやすくするとか、そういったことを考えなきゃやっぱいけないですね。なるほど、はい、ここがベヒーモスですね、はい、ベヒーモス結構ちょっと暗いから分からないですね、分かんない。めちゃめちゃ筋肉質。そうです、結構綺麗になってます。これはあれですか、テクスチャーというか、はい、なんか光線マップですね。そうですね、まあノーマルマップ、あとはその、まあ、皮膚のシェーダーなんかも今回新しく見てますし、かなり明るいところで見るとすごいリアルになってるんじゃないかなと思うんですけど、暗いので何とも言えないですね。どうですか、動画で見えてる。はい、見えてる。でこのキャラクターは今戦ってるのはサイスといって、まあ、鎌を使うキャラクターですね、はい、ちょっと癖があるキャラなんですけども、結構人気があったキャラなんで、男前だと。そうです、そうです。なんかあれじゃないですか、太郎さん東京ゲームショー終わったばっかりなんですけど、はい、パリ。そうです、あの、まあ、パリに11月1日現地時間で11月1日にパリゲームスウィーク、はいはい、でちょっとイベントに出させていただくことになっているので、はい、そこで、零式 HD の CU もあのユーザーの皆さんにしていただきつつ、なるほど、まあ、なんか新しい情報でも出せたらなというふうには思ってますね。パリジャンたち。そうそうそう、確か10月末に、シンガポールだったかな、あ、シンガポールで、はいはい、そうですよね、シンガポールであの初国外では初 の, あの CU をそこで出して、でその後パリで出してというふうにだん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 、海外のファンの皆さんにもタイプ0と並びに、まあ、FF15 っていうものを